どうもこんにちは。今回ですね、思いつきやひらめきということで、愛媛大学のナミさんから動画の方をいただいたんですけども、ちょっと似たような言葉でね、潜在意識と顕在意識っていう風な、この使い分けがあると思うんですけどもね、私これね、長い間、すごく疑問だったんですよ。潜在意識っていうのは、自分の意識にない、この自分の経験や思い込みが蓄積された意識の奥にある隠れて出てこないところという意味だそうなんですけども、いや隠れて出てこないんだったらそれは意識じゃないんじゃないのと思ってね。例えば潜在意識ってずっと出てこないわけじゃないですか。そのまんま私たちは寿命を迎えますよね。でも潜在意識ってたびたび出てくるようだったらそれはすでに顕在意識なんじゃないのということでね、これは一体どういうことなのかなと思っちゃったわけですよ。まあひらめいたっていうのがありますけども、まあ、そのひらめきでさえね、もしかしたら顕在意識の一部かもしれないなと思いながら結構曖昧なままでいたんですけども、まあ、私の解釈としてはね、結局どういうふうに落ち着いたかっていうと、顕在意識っていうのは何か選択や決断を求められた時にね、まあ、自分で考えて迷って絞り出した結果右だ左だ1だ2だっていうふうに決めること。こういうふうなのは明確な意思を持って選択してるわけですから、顕在意識と言っていいのかなと思います。で、潜在意識っていうのは何かっていうとね、おそらく何かこう虫がパッと飛んできた時にこうやったりとかね、なんか目の前で何か弾けた時にうわっとかなったりする、まあそういうふうな条件反射に近いものかなと思うんですよ。それっていうのは選択や決断をしてるわけではなくって、先に体が反応してますからね。だから危機管理能力とでも言いますかね。考えたわけでもないけども、ついついそうしてしまったみたいなところでしょうか。さあ、そうするとですね、この潜在意識って鍛えることができるなってことに気づくんですよ。まあ、つまり、まあ、スポーツでもね、なんで練習するかっていうと、体が瞬時に反応するためだと思うんですよ。格闘技でもね、パンチが出てきて、あ、これは右のフックだからこうやって避けるんだったよなっていうふうに考えていたら、もうあっという間に飛んできたパンチでね、やられちゃいますんで、だから相手がね、こうファイティングポーズを構えてクッと動いた瞬間に体が反応してパッとねガードするとかね、ちょっと避けるとかね、そういうふうに条件反射を鍛えるために日々トレーニングを積んでるんだろうなと思ったら、ああなるほど、潜在意識って意識して作ることができるんだろうなってとも思えるんですよね。ちょっとね、ややこしい話になりましたけども、どんな感じでしょうね。はい、皆さんの解釈もよろしかったらお聞かせください。それではお疲れ様です。